ウィンチェスター公爵は、イングランド貴族の公爵位。チューダー朝の帝臣ウィリアム・ポーレットが1551年に譲されたのに始まり、その男系子孫ポーレット家に代々継承されている。1689年に6代ウィンチェスター公爵、チャールズ・ポーレットがボルトン公爵に叙せられたことで、以降6代にわたって、ウィンチェスター公爵位は、ボルトン公爵くらいの従属爵位となっていたが、1794年に、ボルトン公爵位が廃絶。それ以降は、ウィンチェスター公爵位が最上位爵位に戻って、現在まで存続している。2020年現在の保有者は18代ウィンチェスター公爵ナイジェル・ポーレットである。初代ウィンチェスター公爵、ウィリアム・ポーレット宮内長官、王室家政長官、枢密院議長、大蔵卿などの官職を歴任したチューダー朝の帝臣ウィリアム・ポーレットは、1539年3月9日に、イングランド貴族爵位、ベージングのセントジョン男爵、1550年1月19日に、イングランド貴族爵位ウィルトシャー伯爵、そして1551年10月12日に、ウィンチェスター公爵に叙せられた。彼は1535年に、ハンプシャーオールドベージングにベージングハウスを建設し、以降ここは、ウィンチェスター公爵家の本邸となった。1572年に第4代ノーフォーク公爵、トマス・ハワードが大逆罪で処刑されて、唯一の公爵位だったノーフォーク公爵位が剥奪されて、以降半世紀ほど公爵位が不在となったので唯一の公爵位だったウィンチェスター公爵が、イングランド貴族の最高位となっていた。初代公の夜叉後にあたり、新教徒革命期の党首である5代公ジョン・ポーレットは、カトリック教徒の応答派だったため、ウィンチェスター公爵家の邸宅ベージングハウスは、第一次イングランド内戦で議会派に包囲された。1回目は1643年11月で、ウィリアム・ウォラーの議会軍にベージングハウスを包囲されたが、守備隊の奮戦で退けた。2回目は1645年10月で、オリバー・クロムウェルが率いるニューモデル軍に1週間包囲され、前回とは異なり、短期間で陥落、多くの美術品が兵士に略奪された末にベージングハウスは放火され、焼失、主の5代公も議会派に捕らえられるという散々な結末となった。その息子の6代ウィンチェスター公、チャールズ・ポーレットは、王政復古後の議会で庶民院議員、貴族院議員として活躍。名誉革命の際には、ジェームズ2世を見限って、オラニエ公ウィレム3世を支持し、その功績で革命成功後の1689年4月9日には、イングランド貴族ボルトン公爵に叙位された。初代ボルトン公は、ベージングハウスに残されていた建物を取り壊して、ハンプシャー・ベージングストーク・ハックウッドに邸宅を建てた、名誉革命後のボルトン公爵家の党首たちは代々、ホイッグ党の議員を務めた。初代ボルトン公の孫にあたる三代ボルトン公、八代、ウィンチェスター公、チャールズ・ポートレットは、終爵前の1717年4月12日に、ベージングのポーレット男爵として、繰上勅書の発行を受けて、貴族院議員となっているが、本来は先日のベージングのセントジョン男爵が、公爵の従属爵位であるため、新規に、ポーレット男爵位が創設されたものとみなされる。ただし、彼が死しなく、没したため爵位は廃絶して、彼一代の問題で終わっている。初代ボルトン公のひ孫である6代ボルトン公、11代、ウィンチェスター公、ハリー・ポーレットが男子を残さず死去した際に、ボルトン公爵くらいの継承資格者はなくなり、廃絶した。一方、ウィンチェスター公爵位、ウィルトシャー伯爵位、セントジョン男爵位は4代ウィンチェスター公、ウィリアム・ポーレットの三男ヘンリーのひ孫にあたるジョージ・ポーレットに継承された。現在の当主は、その紺孫にあたる18代ウィンチェスター公、ナイジェル・ポーレットである。彼は、旧イギリス植民地で、イギリス連邦加盟国の南アフリカで暮らしている。紋章に刻まれるモットーは、勤労を愛せ現当主ナイジェル・ポーレットは、以下の爵位を保有している。ありがとうございます。